2022明治安田生命 J1 リーグの第10節、淀港さくらスタジアムセレッソ大阪対鹿島アントラーズのゲームをお届けします。セレッソ大阪の今日のスタートのメンバーです。まあ 4-4-2 でかなりこうメンバーも固まっています。山中も怪我から復帰をし、それから奥野の怪我もそれほど重症ではなかったというのは良かったですね。アウェーチームの鹿島アントラーズです。まあ、こちらもコンスンテは全試合フル出場を続けていますしね。いやそうですね、はい、それからブエノが第4節神戸戦以来2度目のスタメンということになりました。ちょっとセンターバックに怪我人も多かったんでね、イサオが埋めたりしてましたが、はい、横パス入れてワンタッチ清武、高いボールをあえて入れました。折り返してきて入った加藤、ヒットできませんでした。大きなチャンスでした。セレッソ大阪一つセレッソが大きなチャンスをつかんだ時間帯でした。今度は松村です。ここボール止まりますが、松村自らシュート、落ち込んだ鈴木、跳ね返ったボールを押し込みました。鈴木、鹿島アントラーズ先制点。セレッソのチャンスが続いたその後の時間帯、一つのプレーで決めました鹿島アントラーズ。大きな声を上げました。ここ競ったのが泉選手で、この後ですよね、拾うボールの位置も松村選手非常に良かったですし、まあ、このシュートグラウンドでしっかり抑えた、でここ安西選手が走ったことでシュートコース空きましたから、その詰めてたのが、まあ、鈴木選手、よくね最後まで詰めてましたよね。上通り越してちょっとここはリフレクションをしましたんで鈴木には行きませんでしたが、鈴木が大外で待っていました。その鈴木のところに入ってきた、鈴木左足クロスボール入ってきた、松村見事なシュートでした。松村が合わせました。2点目が入りました。鹿島アントラーズ松村優太、今シーズン初スタメン、そして今シーズンの初ゴール。いやこれは松村選手、これ期待に応えましたね。まあここもサイドで起点作った鈴木選手からのゴール、はい、もうドンピシャですよね。クロスが入る、まあ、少し鹿島ね、切れるまでは集中したいですね、はい、そうですね。クロスボレーでシュート、加藤、山中からダイレクト加藤です。まあ、うまく合わせましたけどね。そのまた勇地の上段大外ですこぼれたところ、うん、パトリッキーがいた、そしてシュートポスト、うん、最後マイクマ選手ですかね、マイクマでしたね。パトリッキー入れてきて落として奥野、うん、よく止めましたコンスンテ。パトリッキー、パトリッキー立ていく、常本が対応しました。その入れる山中、山中は柔らかいボールからアダム・タガードのヘディングです。枠には行きませんでした。今シーズンリーグは初出場アダム・タガード。セレッソは早くボールを奪いたい。浮き玉で入れてきた、まあ、体を入れて樋口折り返す、アルトゥール回避、アルトゥール回帰のゴール0対3。入れ替わりながらですよね、ここよく見てましたし、まあ、回帰選手もうまくコントロールしながら、まあ、体は右に打つような体の姿勢を向きながら左にっていうところのコントロール、まあ、これポストですからね。キム・ジンヒョン選手もなかなかこれには反応できないですね。ブルーノ・メンデス入れます、トラップして奥野が横に入れる、山中がいましたが、そしてここで長い笛、
0対3鹿島アントラーズメモリアル1戦試合勝利で飾りました。そして首位に躍り出ました。